はい、どうもこんにちは。オーケストラの指揮してます平橋洋と言います。今日はアルトゥロ・トスカニーニに関してね、ちょっと所感を述べる動画にしたいと思います。はい、トスカニーニっていうと、フルトヴェングラーの、ライバルっていうか、対峙される人ですよね。フルトヴェングラーは当時、ナチスとの関係でね、裁判に、呼び出されることとかもあったりして、そんなこんなで、トスカニーニは、その評判をね、悪くとって、彼のことを、あんまいいように思ってなかったみたいなんですけど、ただ、フルトヴェングラーは、その後ね、潔白っていうか、そういうのが、証明されますんで、ちょっと誤解があったのかもしれないですね。うん、で、歴史的には今言ったように、そのフルトヴェングラーと主に対峙されて、有名というかね、本当にざっくり言っちゃうと、フルトヴェングラーが、すごいルバートする。フルトヴェングラーだけじゃないですけどね、当時のね。ルバートするし、オーケストラのその音自体が、なんていうかね、うねりとか、なんていうの、音に魂を込める。だからその精緻な音とか精緻なリズムとか精緻な合奏っていうよりも、むしろその、精緻でないところに美を見出すっていうかね、綺麗に整っているよりも、もっと、迫力だったり、揺れだったり、なんていうのかな。整わない美っていうかね、ベートーベンの音楽って、あえて美を破壊するところがあったりしますけど、そういうところがフルトヴェングラーの演奏にも結果として現れてるかなと思うんですね。それと類比されて、トスカニーニの演奏っていうのは、植物的って言われたりするみたいですけど、なんていうかね、脂肪を削ぎ落としたみたいな演奏スタイルでね、だからって対峙されるっていう、わかりやすい説明なんでそうなるのかなと思うんですけど、でもね、私個人が思うところでは、そんなにライバルとして対峙するっていう関係ではなく、むしろフルトヴェングラーのスタイルは彼が得意としていたレパートリーに適していたし、やっぱりトスカニーニの、特にイタリアものよね、ヴェルディ、とか、レスピーギとか、ロッスィーニとか、そういったそのレパートリーにやっぱ適してるんですよ。で、その指揮者としての、この、なんていうか、そもそもその適しているジャンルが違うから、指揮者としてフルトヴェングラー、トスカニーニが芸術的な質において本当にライバルだったかっていうと、僕は、そこまでそんな感じもしない。ただ、時代も、同時代だったし、一見対照的に見えるから、そう取られるのも理解できるぐらいの感じですね。繰り返しになりますが、そもそも適してるレパートリーが違うからね、どっちがどうとも言いかねるところもあるんですよ。で、トスカニーニ以前のね、そのイタリアの指揮者って、グイド・カンテルリとか、ビクトル・デ・サーバタとか、そういう人たちかな、はもう、音もね、良くないですし、レコーディング。カンテルリは若くして、カンテルリってね、すごい指揮者だと思いますけど、若くしてなくなっちゃってるでしょ。
サーバタとか録音古いもんね。てなことでね、そこら辺のそのイタリアの演奏の様式とか伝道って、まあそれであとすごい巨大レコーディングいっぱい残ってるのがトスカニーニで、その後誰、まあイタリア人の指揮者って、まあ近代になってくると、近代というか現代に近づいていくと、もちろんアバド、ムーティ、とかスノーポリーとか、イタリア人、まあいっぱいいますよね。ダニエル・ガッティ、ネロ・サンティ、今有名どころ挙げましたけど、いっぱいいますね、いっぱいいる。確かにね、確かに全員に共通する点っていうか、そのイタリア人の指揮者の系譜を弾いてるっていうことは、まあ、はっきりありますね。これは別に私がその選作したわけでも何でもなくて、はっきり音の質がやっぱりドイツ系と違いますもんね。言葉で言うと、まあ、陳腐になっちゃうだけなんですけど、なんていうのかな、やっぱりベーム、クレンペラー、フルトベングラーみたいな音、まあ彼らに入れてもいいけど、まあやっぱり重厚っていうかね、その音に、音になんちゅうの、深い響きを持たせるっていうのかな。でイタリアやっぱり滑らか、ちょうどそのドイツ語とイタリア語の発音の違いに似てるんですよね。フランス音楽の音、フランスの指揮者たちが持ってる音っていうのも発音の関係とよく似てますね。まあ、だからアーノン・クールやフルトベングラーがね、音と言葉の関係みたいなことを言う、でも理解が進んでくるわけなんですけど、やっぱりイタリア人の指揮者の人たちが持ってる音っていうのはイタリアのレパートリーに適してるんですよ。まあ当たり前だけど、まあ不思議なもんでね。トスカニーニの私が素晴らしいと思うところは、彼のその人生とかね、行動を見てみると、まあ非常になんていうかな、信念において、まあ、あまりにもストレートでね、それをそれをなんていうの、もうただ単に貫いていくみたいな、まあその愚直さっていうか、まっすぐさみたいな、まあそういうところが彼の業績の源となってると思うし、結局わーわー怒鳴り散らしてね、リハーサルで、それでもまあこれだけの、まあ死後もこれだけ尊敬を集めてるっていうのは、なんかまあその一徹な姿勢っていうかね、一貫したその信念みたいな人だったから、まあそういうところが多分尊敬を集めてる一点だと思うんですけど、あとは例えば具体的なことで言うと、ベートーベンのね、エグモント序曲、トスカニーニの録音で古い、かなり古い録音だと思うんですよね。何年だかは知らないけど、それがね、後にピリオド奏法の人とかね、現代の指揮者たちが取るようなバーンバーンバーバーンバーン、その2分の3を本当にこう3拍子系で取るテンポでやってるんですよ、トスカニーニが。普通はこれバーンバーン、その2倍ぐらい遅いテンポなんですね。 6つぶりだし、式も、まあ、いち早くっていうかね、誰よりも早くピリオド奏法みたいなテンポでやってたんで、それに驚いたんですよね。珍しいなと思ってね、その時代で。まあだからそのなんていうか、その信念一徹っていうか、まあ、そういう姿勢は常に現れてますよね。
ただ向いてるレパートリーはさておき、やっぱりね、なんていうのかな、その脂肪をそぎ落として筋肉質っていうのはいいんだけど、やっぱ脂肪が必要な音楽もあるわけよね。やっぱりその音楽のなんていうかな、この彼のそのテンポの運び方とか音色の作り方だと、やっぱ捉えきれないニュアンスがある音楽って当然ありますね。当然ある。だからそのそういう時はね、ちょっとまあ物足りないっていうか、ニュアンスを拾いきれないんじゃないかね。そのいう感じの時も結構ありますね。だから主に私が特に素晴らしいと思うのはイタリアもので、それ以外のレパートリーはさっきみたいにね、その、まあ、頑固一徹なアプローチというか、それを驚かされることはあるけれども、やっぱ物足りないものは物足りなくなっちゃうよね。それはやっぱり、フルトベングラーにしても、カレンにしても、バンサインにしても多分みんなそうで、一人の演奏家のやり方はね、その一人の演奏家のやり方でしかないから、そのやり方で全部のレパートリーに適用できるわけじゃないですね。逆に言うと、自分がカメレオンのようにいろんな作曲家に適用していくってことが、大事とも言えると思うんですけどね、逆を言うとね。なんかリハーサルで、怒鳴ってるのとかね、僕も聞きましたけど、めっちゃうるさいけど、切れてて。そういう時代だったんですかね。今じゃないことですけどね、例外を除いて。なんか聞いた話だと、あんまり視力が良くなかったのかな。視力が良くなかったからこそアンプせざるを得なかったっていう話も聞いたことありますね。出典は知らないけど、全部アンプでね、なんか長い指揮法、今の指揮法からするとちょっとぎこちない風に見えるところもあるんだけど、なんちゅうのかな、芸術家という印象よりむしろその 将軍っていうかね、そういうオーラを感じなくもないっていうのが私は個人的な印象ですけどね。はい、ということでね、トスカニーに関してね、所感を述べてみました。なんかね、本もちらほら出てますよね。多分翻訳本で何冊かこの人に関する本出てるし、なんか新しい本も最近出てたかな。ということですね。今後もね、なんかこう指揮者に関してなんかちょっと喋る動画みたいの、割と再生回数も伸びるっていうか、なんでか知らないけどね。折々にお話しさせていただくこともあるかもしれません。私個人の紹介にしか過ぎないですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。